全国1億2000万人のプライベーターの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はこのバケットポンプ、ギアオイルを交換するためのポンプですね。これをメンテナンス、修理しちまおうって思います。流量計付きですね。最高ですわ。ハンドルを動かしてみても全然スカスカではないので、もしかしたら壊れてないかもしれませんね。これ壊れてなかったらめっけもんですよ。それでは始めましょう。今日は油まみれになっちまうのは分かってるので、働く男のニトリルグローブです。はい、どんどんバラしていきます。前半はバラすだけなので、なんでこのポンプをゲットしたか、まあ、手に入れたかっていう話をしていきたいと思います。先日ワコーズの E クリーンプラスをランドクルーザー80に、注入したんですが、まあ、その時に、まあ、一緒にオイル交換もしたんですよね。まあ、オイル交換すれば廃油もたまりますので、ガソリンスタンドに捨てに行ったんです。そしたらこのポンプが捨ててあったんですよ。知り合いのガソリンスタンドですから、なんで捨てちゃうのって聞いたら、閉店した系列のガソリンスタンドで使ってたこのバケットポンプの方が新しかったらしくて、まあ、それを使うということでこのバケットポンプが、まあ、お役御免になったということですね。まあね、捨てる神あれば拾う神ありですよ。てか分解しないでくださいって書いてありますね。大丈夫かな。まあそんなことは気にしません。バンバンバラしていきます。私はこのポンプを自分用に使うので、まあオイル販売するわけじゃないですからね、流量計はいりません。はい、分解洗浄終わりました。てかあれだけ油まみれだと全然錆びてないですね。兄貴は消えちまった親父の代わりに、油にまみれて俺を育てた。気を取り直していきます。ほんの半年くらい前まで使われていたものなので、実際不具合とかなさそうですね。みんな大好きベルハンマー。てか左手思いっきり怪我してますよね。こないだランクルのワックス掛けをした時にちょっと怪我しちゃいました。この怪我があるんでカメラの動画が撮れないんです。手がアップになりますからね。うん、いい感じです。ここの部分を止める割りピンがなくてクリップが刺さってました。なので今回この二重リングで代用しちまいましょう。はい、OK 牧場。
流量計の組み立てです。果たしてうまくいくんですかね。バラした時と逆の手順で組んでいけば、まあ問題ないはずなんですけどね。この内蔵されているスクリーンですが、目の粗いものと細かいものがあります。私は140番のギアオイルを使うつもりなので、目の細かい方のスクリーンは後で外すかもしれません。ホースの取り付けにはシールテープを使いましょう。今回の一番の問題点はここかもしれませんね。ホースがひび割れてます。ひび割れを補修するには、このシリコン系の充填剤と灯油を混ぜて塗っておきましょう。これってタイヤのひび割れとかにも使えるみたいですね。軽トラのタイヤがひび割れてきたんで、後でやってみましょう。マスキングをして塗っていきます。ああ、5時のチャイムが鳴ってる。朝から始めて夕方までかかりますからね。結構撮影しながらだと時間もかかります。編集はもっと時間がかかるんですけどね。はい、終わりました。綺麗になりましたね。こうしてみると程度もバッチリです。何度も言いますが、この流量計付きのバケットポンプはマジでお高いですから、嬉しいです。それでは皆さん、またね。はい、OK 牧場。